いう人がいる、結構いるからね。もう毎回嬉しいんだよね。なんだっけ、ツイッターとかでこの人が高評価をしました的なことを言ってくれるんだよね。あれ？そっか、こっから、ここどここれ？なんだこれ？なるほどなるほどなるほど。じゃ、ちょっとリリーフ挟んどこうか。よいしょ。リリーフもう一個挟んで、二つ目の。ポケモンは常に評価をしてるよ。ありがじゃあ俺がとう。動画ポ見ケてモンバ奪っレててんの。る。じゃあ俺が動画見てバレてる。まあね。僕は何でも知ってるよとだけ言っておこう。使う。まあ知らないけどね。うん、でもやっぱ高評価とかいろいろ教えてくれるとね、すごい嬉しい。し、本当にマジでね、ありがそういえとうっばてな今る。日今日3本の動画上げてるね。1本、2本はいつも通りだ。で、もう1本はね、ちょっとね、特殊な動画ですから。それはぜひ見ていただければ。多分ね、トリックさんとかよくわかるんじゃないかな。まあ、他のね、PP さんもしかしたら見てわかるかもしれないけど。ゆか、審判と YouTube。優しいドリフ君が突に上がってた時の俺と岡君の差はいかやく。あげてないの？いや、まだたくさんいくつか種類あるからね。それを待っていただければって感じかな。正直自分がどれがどの試合だかね、わかんなくなっちゃってんだよ。実を言うとね。すごかった。よかったよ。よかった、ありがとう。本人喜んでくれるかな、あれ。やっつけでやったんだよね、正直なところ。要は、三月クバスターさんっずっとていう監方視がいらっ員しにゃっなってて。る。あれが一うん。番いいあ試れ合だ。が三月クバスターさんの、チャンネル登録者数100人突破記念で、ちょっとオープニングをね、作ってみたんですよ。すごいやっつけ仕事だったんですけどね。ああ、それ、ちょっと本人気に入ってくれたら嬉しいな、みたいな感じなんで。まあ、そんなこと言ってて。よし。じゃあね、一旦これでね、出て、外。スで、レッドバッでテリー。OO とかツイートしてましたよ。お、あマれ？ジで？あー、ちょっと見ようかなと。マジで？喜んでくれたか早な？く水ポケモン捕まえなさい。は笑い。すいません。水ポケモン頑張ってつか。ごめん。実はある程度収録しちゃったから、あとはどうなるかわからないんだ。へへ。ごめん。今思うと多分穴っぽこだらけですぐ後悔してる。ちゃんとやっとけばよかったって。さてさて、そんなこと置いといて、バッテリー接床は飛続。んでると思いますよ。笑あー、そっか。それは嬉しいな。よし、バッテリー、オン！で？この反対側が？あれはなんかどっかが。一応一旦セーブしとこう。しとく？しといた方がいいよね、多分。うかきみ、手バッチ数の割に図鑑少ないのが気になる。わら。バッチ数の割には図鑑が少ない。言うでない。言うでない。最速クリアを目指してんだ。もう最速っ2020てか、結本当構多に、いって、何が。なんだろう、もう近い、なんていうかな。もう何事も考えず、ただクリアを目指してる感があるから、あれ。ああ。ちょっとだからね、だいぶね、多分育て方も偏ってるし、いろいろとね、後で確か、痛い目マジ見た泣はきそず。う。マジわら。泣きそう。うん、怖いよね。セーブ。足立のグッドゲームへの道って何や、わら。ああ、それはだからね。ね、そういうことだ。それで検索すればいいんじゃないかな。11。よし。育成所ホール。で？多分だけど、この扉の反対側じゃないかな。でもこれで一番上行っても違って。あとどこだ？これで。何か電気が必要そうなとこあったかな？グッドゲームってゴールデングラブか。ブサトウじサじいトさウオと。サトウ、わら。ゴールデングラブらしいよ。うん、俺も最初グッドゲームってだと思ったんですね。なんかまあ検GG って索なんしだてろうみみれたいばわな。かりますよ、わら。ちょっと待てよ。今冷静に思い出す。それでどうしよう。足立バマッグップド見ゲーよう。ム佐藤化すんのかと思った、GG 佐わ藤ら。か、守備めっちゃな、ぐわーってなっちゃうだろう。あと何が、どこは足りてない今。行くとこないんじゃないか、もうここまで来たら。ちょっと待って。地下行っても、あ、待って、地下に行ってないところがある。あんたに達させない男は
立ち用一ゴールデングラブへの道だよね。そう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 。地下一階、ちょっと地下一階行こう。うちのでグッドゲーム佐藤の守備したらそれはむしろ元中日の宇野やな。そうだね。中日の宇野。あの、チンプレーの王者でしょ。だからあの、プロ野球チンプレーといえば宇野さんみたいなところあるよね。というより、あの、だから、あのワンプレイこそが、いわばレジェンドだからね。ああ。よいしょ。確かあのエラーして、なんかあのエラーでなんか、俺の記憶違いだったらあれだけどさ、星野さんブチ切れてなかったっけ？これ開くんじゃねえか、これ。よいしょ。切れてた、わらわら。切れてたよね。確かなんかあの、ホームベースでこれグラブぶん投げて、ブワーンやって、すげえ怒ってた気がする。グッドゲームが、グッドゲームって言っててさっきから一人で笑ってる。さっき、GG がグッドゲームとさっき言ってなるほどね。そうで、そうそう、なんか完封がかかってたんだよね、あれで。勝ったはいいけど、頭、ちょっと大丈夫か。ワイルドだね。あ、待って。ここじゃね？あ、ダメだ、工場は生き残りか。そうそう、巨人戦でなんか絶対負けられないみたいなあって。それでなんかあんなしょうもない失点したもんだからー、やべ、ほったらかししたもんが今来た。え、でもこっちじゃ間違いだよな。どうしようどうしよう。でもここ、なのかな、なんかこんな気がしてきた。絶対のし。ワイルドだろ、ちょっともらってこ。ショットガン。イエス。で？どうしよう。これでちょっと待ってて。よいしょ。一応、あのお猿さんたち倒しておくか。もしかしたらなんかあるかもしれない。あ、思い出した！思い出した！そういえばだけど、なんかあの、文書かなんかに書いてあったな。なんかもう一度使うかもしれない的なこと。言ってたな。オーバー、ナイス。おりゃ。よっしゃ。そういえば、あ、やばいやばいやばい。来て来て来て。セーフね。よし。もう一回使いに来る的なこと言ってたな。ちょっと見てみようか。この。あれ。押せねえ。あ、そっか、崩れてるか、ダメなのか。やめてくれよ。悲しいこと言うな。一応拾っとこうか。ボイラー室、はい。で、それで場合によっては、この先も頻繁に調整しま、これ関係ねえか。鎖が外れてるやつがいないか、外、その前に調べるよりな。それがわかんねえんだよな。鎖？岩瀬は引退するでしょ？岩瀬はね、でも確かに歳だからな、複雑なと。でもやっぱり俺らにとっての守護神はまさにもう、岩瀬じゃん。当時覚えてるかな、なんかその辺、この辺？これか？糸の底に、あ、じゃあ違うわ。俺の中のベスト9は。俺の中のベスト9。安藤はまだですよ。なるほど、なるほど。いやー、落合中日を支えた最強の、守護神でしたからね。どうしようこれ。もう何もやるもんないわ。ちょっとマップ見ようか。マップ見て。あと一個レリーフ、どっか。終了までどうだろう。クーラーどうだろう。これ違うだろ、これ探して。なんか、ここの気がするんだけどな。地下じゃねえのかな。養成所見に行こう。あの電気は何だったんだ、じゃあ。外の。わ、全然わかんねえ。何？地下一階、これなんだこれ。この先でも行けないだろ？いけないよなぁ、多分。あ、じゃあ違うか。ああ、そっか。はぁ、ちょっと待てよ。ここまでわかんないのは久しぶり。
まあ、もともと分かってなかったけど、特に分かんねえ。あ、もう一回ここから入っ終て了ダメまであか。と4分になりました。もう一回おぶさって、行ってくれ、みたいな、あればいいけど。これだって行けないしな、この向こう。じゃあ違うか。戻るか。お猿さん処理したということで。難しいな。ちょっとね、今回はかなりハードになりそうだよ、いろいろと。あ、待って、これ、なんで光ってんの？あ、違うわ。何も映ってない。電気通ったから映ってんじゃねえかなと思ったけど、それ違うか。何か電気が必要そうなところがあったかな。あー。電気なー。電気。斉藤和美、ほ、城島、い、松中、に、ひとし、さん、白のり、ゆ、いからず。ああ、なるほどね。よいしょ。終了まであと3分になりました。それは大英ホークス、ソフトバンクホークスぐらいかな？西、ああ、そうか。そういうことで、甘いが。あ、これ上がってどうすんの？これ。上がってなんかあるか？いや、ないよな。バッテリー何につながってんだろ俺のベストナインね、わなるほど、ベストナイン、あ、個人のベストナインね。あー。おかしいな。なんかわかんねえ。参ったな。あ、暖炉。カラスのいてる屋上覚えてる？はい、カラスのいる屋上。覚えてる。あそこになんかあんのか、これ。あ、ちょっと待って。終了まであと2分に I'm なりまし going た。to buy iPod next week. え、何？来週買うの？ iPod。独り言で操作したへぇ。い屋上から降りる。なぜ iPod なんだっていう。一人、下で操作。何を？屋上から降りる。ちょっと待ってね、今思い出すから。どういうこったいと思って。一人下で操作。とりあえずカラス。その下がどこだかわかんねえんだよな。行き方忘れちゃったし、なおさらしかも。勉強中にスマホいじり始めないようにね。なるほどね。ビリが上の方がいい。下ってだ、な、な、今何バッのテリー下のだ？ところ。バッテリーのとこね。オッケー。じゃあバッテリーのとこに、置いと、ちょっと。置いと、待たせとく。終了まであと1分になりました。で、上？だ、その屋上に行かなきゃいけないのか。ちょっと体力的にやばそうだけど、まあ我慢しててね、と。逆や。はい、じゃあ頑張ってね。で、入ると。さあ、そのカラスのいたところへ行きましょうか。なんとなく思い出すけど、思いつかない自信がある。思い出せない自信がある。こっちか。ムカデと戦ったところ。あそこ？ムカデと戦ったとこっつったら、だって、どこだっけ？ちょっと待ってね、本当にマジで思い出す、今。こっちか。あそこのレリーフを置いたとこと逆の入り口。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければ Twitter の方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。